っとね、特別定額給付金のこぼれ話でございます。今回は特別定額給付金の動画を発信してると必ずつくコメントがあるんですよね。で、花龍馬さんも同じようなテーマで発信していて、同じようなコメントがついたのを見てね、ちょっとね、やっぱりなと思ったわけなんですけども、それはどんなコメントかというと、お前らはね、くれくれ成人なんだっていうことなんですよ。くれくれ成人でくれくればっかり言ってるけども、お前自力でなんとかしろよみたいなね、そんな形でございます。で、花屋龍馬さんが言ったのは、そういうふうなくれくれ成人を非難する人でも前回の10万円は断らずにもらってるはずでしょっていうことなんですよね。まあそれもそうだと思いますけど、私はね、やっぱりね、まずはくれくれ成人にくれくれって言われるかどうかってことが一つのポイントだと思うんですよ。くれくれ成人にすらくれくれっていうふうに言われないぐらい何も持ってない人ってなんかね、まあ寂しいなというか、まあそういうことだと思うんですよ、結局は。で、そうですね、ちょっと例えが変になりますけども、そのアイドルさんっているじゃないですか。特にローカルアイドルさんね、地方で本当限られたマーケットで、アイドル活動されている、まあ、女の子なんですけども、私もね、広島ロコドルフェスティバルっていうのにスタッフとして参加させていただきながら、小学生中学生高校生のね、女の子たちがね、ステージでとっても華やかに踊っているところをステージ作ったりとかね、音響調整したりとか片付けをしたりとかっていうスタッフでやって裏方をさせていただいたんですけども、ファンの方ってまあ40代ぐらいの大きな男の子大きなお友達ですか、40代ぐらいのね、50代ぐらいのまあ男性なわけですよ。んで、アイドルさんのクラスメートとかが見に来た時に、やっぱりね、こうバカにされてるところもちょっと聞いたんですよね。それ何かっていうと、こんな人たちのためにやってるのみたいな感じでね、ダサい人が来てるみたいなね、うわ、キモーとかね、そんな声も聞こえたんですよ。ただでもね、私思うのは、まあ、いわゆるそのアイドルオタクさんすら集まらないような、あなたは何なんですかっていうふうに思ったんですよね思っただけですよ。あんまりね、バカにするような気持ちはないんですけどもね、若い女の子たちがね、いろいろと感受性豊かな時にいろいろ思うでしょうからね。でもやっぱりそういう部分もあるかなと思うんですよ。くれくれ成人にすらくれくれって言われないでしょ。で、アイドルオタクさんにすらアイドル扱いされないでしょみたいなところがちょっと似てるのかなと思っちゃってね。だからですから、くれくれ成人がね、嫌な人はくれくれ成人のそばに近づかなければいいんじゃないですかね。自分がくれくれ成人、この人たちはくれくれ成人だって思うんだったら、そこに近づかなければまあいいと思うんですよ。で、わざわざね、くれくれ成人がいるのが嫌なのにそこに出かけていって、不快な気持ちを勝手にしといて、お前らくれくれ成人だって言ってさらに不快になるっていうのは、まあすごくもったいないことだと思いますんで、じゃあ三崎裕太さんみたいにね、お金配りおじさんとかやればいいと思うんですよ。前澤社長みたいにね。じゃなくても別にまあほっとけばいいんじゃないですかね。気に入らない人たちが、自分の気に入らない人がなんか集まってなんかやってるところにわざわざ行く必要ないんで、だから自分の気に入る環境にね、身を置いて快適に過ごせればお互いハッピーハッピーだと思うんでね。まあでも気持ちはわかります偉そうなこと言いたいわけなんですよ。こういうコメントもついたんですよ。特別定額給付金を欲しがるばっかりじゃなくて、自分のお金は自分で稼ぐもんでしょうと、今まで何やってきたのと、自分のことは自分でやるもんでしょうみたいなね、そんな方もいるんですよ。そういう方は自分でやればいいと思うんですよ。まあでもね、自分でいろいろやる中でもプラスアルファ特別定額給付金が出ればいいなと思うのは別に間違いじゃないと思って、そのもらうお金だけを 100% 当てにして生きているっていうふうな決めつけはまたちょっと気が早いかなと思うんですよね。人間にはいろんな側面があって、じゃああげますよーっていうところにありがとうって集まるのはいいことじゃないですか。だってあげますよーって言ってるのにいりませんって言われたら悲しいでしょ。あげたいっていう思う方も、だからもらってあげるよみたいな気持ちもね、多少あってもいいんじゃないかなと思うんですけどね。まあ考え方は様々なんで、必ずしもね、みんながみんな同じ意見に集まんなくてもいいと思いますし、そうなったらなったでまたね、おかしなことが起きてくると思うんですよ。なんかこの偏りとかばらつきがあるっていうのが人間社会でありね、その偏りとかばらつきがいろんなね、エピソードを生んで、ある時は幸せを感じて、ある時は不都合を感じたりとか、まあ様々じゃないかなと思うんですよ。人間は感情の生き物で喜怒哀楽があって当たり前ですから、いつも冷静沈着ってのはなんかね、良さそうですけども、どうですかね。なんか目の前で人が死んでも冷静沈着、表情を変えず、目の前で本当にね、助かった命があってハッピーハッピーで喜んでる時でも冷静沈着で喜び、笑顔一つすら見せないみたいなね。やっぱり
悲しい時には悲しい、欲しい時には欲しい、泣きたい時には泣く、正直に生きてもそんなに悪くはないんじゃないかなと思いますけどもね。そういえば最近好きな人に大好きって言ってますかね。だから感情の赴くままに愛情を伝えるのもなんか人間らしいと思うんですけどね。まあ反面ですね、感情を抑えて我慢するっていうのも人間らしいんで、まあどっちもあっていいのかなというところが今回の結論でございます。ということでね、クレクレ星人いても OK、 クレクレ星人となんかお話ししても楽しい、クレクレ星人に近づきたくない方は近づかなくてもいいし、あえて首突っ込んでクレクレ星人にね、いわゆるマウントを張るのもあなた自身の人生でございます。まあ自分が幸せになる方法を考えていけばいいんじゃないですかね。それでは本日は以上です。